はい、よろしくお願いします。今回のステージはひらめが丘団地。スプラ1から復活したひらめが丘のステージで、かくれんぼやっていきたいと思うんですけど。おしゃれって世界征服だったったった、夢だ。まあ、塗って、壁塗って、壁とかちょっと狭くなったな。ちょっとあれだね。高低差が少なくなったというか。てか塗る場所どんどん少な、なんか難しい塗るの。僕は飛ぶ、イエイイエイイエイ、たったったら、夢だ。時間ない。どうしよう、どこ隠れよう。こっちだ、こっち。ねえ、塗られちゃったんですけど。ヒルさん何やってんの？ヒルさんなんかやってる。ヒルさんここか。俺ここだ。これバレちゃうだろ。なんかうなちゃんが僕の下に来たんですけど。何やっちゃってくれちゃってやっちゃってんですか？やばい怖い。音がするんですけどね。うなちゃん音出さないで。ねえ、キモい。怖いからここ来た。怖いなもんだって。危ない。ちょっと逃げないでください。あ、だからここいい場所あるじゃん。怖いんですけど。いる。ナイス。こんな団地でインク塗りながらかくれんぼするの迷惑だろ。怖い。あー、バレちゃったなんか逃げてやられてる。なんであそこ隠れてたのにここでやられてるんや。僕逃げんのうま。おぉ何が俺のこと攻撃してきた。みのちゃんのせいで見つかっちゃったんですけど。何やめて。なに。はい、よろしくお願いします。2回戦目、やっていきたいと思います。隠れる場所、なんか少ないので、見つかる確率が増えちゃうね。スプラ2と1に比べると少ないイメージがあるわ。僕の名前はヒデオ。みんなのアイドル、ヒデオ。おい、ヒレオさん。いいとこ隠れてんじゃん。そこ。いいとこ隠れてんじゃん。混ぜてくれよ。もう混ぜてくれよ、この人。ねえ、また来たんですけど、もうなんで来るんですかね、この人。ねえ、なんで来るんですか、キモいんですけど。見て、イカちゃんが潰れてる。あ。あっち行った。よし。ナイス。ナイス。ねえ、見えちゃう。ねえ、隠れるの下手なんですけど。ねえ、足はみ出てるし。これ見つかったらうなちゃんのせいですからね。俺ちょっと足見えてね。見つかっちゃったらどうしちゃってくれちゃってるところのくれちゃってるなんですかね。めっちゃ重なってる。怖い。あそこ怖いんですけど、ちょっと怖いんですけど。これさ、これ立ってた方がいいんじゃない？僕の隠れ、ね、何やってんですか？ねえ、やんないで、キモ。ねえ、キモ。ヒロさんと、で、ヒロさんヒロさん飛んできた、バレちゃうでしょ、飛んできたら。ヒロさんがイカ状態で、俺が人状態で隠れてます。一応これ隠れてます。まあでも、あっちから見たらボロボロ見えなんだよ。僕の上に立って、お尻フリフリしてんですけど。気をつけてみたら、上から俺らの方見えるから。よく見たら見えるんだろう。あ、終わる。3、2、1、勝った。ヒルさん勝った。ねえ、キモい、こっち来ないで。うるさい、あっち行って。ねえ、やだ。勝った。あれ、もう時間切れじゃね？勝ったんじゃね、これ。あ。
い、よろしくお願いします。うなちゃんが鬼になって、みんなのことを捕まえていきたいと思います。まあ、鬼なので見ないように逆側向いときましょう。団地ね。綺麗だね。洗濯物たくさん。どこに隠れましょうか。うなちゃんだから探すのうまいと思うんですよね。ここだな。よし、行きましょう。隠れてる人探しに。レッツゴー。どこに隠れているのか。みんなはどこに隠れているのか。まずは手前から、近場から。近場から、地元から探していこうかなと思います。怖。ちょっと移動しちゃった、怖くて。まあ、でも、セーフということで。僕が勝ちだな。さあ、意外とね、隠れるの難しいからね。この下とかも一応隠れられるので。真ん中。え？これ誰？え？これヒレオ？これ誰？ヒレオくんだと思った。普通にイカちゃんが壁に隠れてましたね、今ね。かわいい。怖いけど、絶対に見つからないという自信があるぞ。え、待って、見つかるペース早くないですか？ヒレオさんだと思った、今。ああ、出てきたのか。こんにちは。こんにちは。2匹目捕まえたぞ。なんか気づいたら横で立ってた。来ないで。無理。あれ、意外といないよ。意外と見つからないもんだよ。これ。意外と見つからないもんだよ。そうだよ。あっち行ってくれた。あ、優しいよね、ジャンカミ。え、どこ。みんなどこ行っちゃった。ここ塗ってない。ここ塗ってないぞ。ここいいんじゃないか。いた、一人見つけた。あとヒレオさんだけだ。ヒレオさんどこだ。ヒレオさんがいない。くそ。どこ行った。あー、くそー。ヒレオさん見つからなかった。僕の勝ち。いた、待って。ヒレオさん。え？どこいたの、ヒレオさん。ここにいたの、もしかして。すごい、ヒレオさん。よくこんなとこ隠れてたね。うわあ、強がりそれ。雨でやられた、ヒレオさんの。僕の勝ち。